こんにちは、アルクワキチです。今日はね、このグランのオス、インドグランのオスだね、かけるホーペのメスのこの交雑種、これ12月30日だから今2ヶ月3ヶ月、4月の頭だから3ヶ月で、まだ変えなくてもいいかもしれないけど変えていきたいなという感じなんで、一回ちょっと幼虫がどれぐらいの大きさか見てみて、それでちょっと判断しようかなと思ってんだけど、これメスか、これメスだな。どうなるんだろう、ちょっと変えてみちゃおう。これメスだね。よいしょ、そんな大きくねえな。よいしょ、まあいいや、変えちゃおう。オスいないかな。オスっぽいの、これオスっぽいか。オスっぽいか。これオスだな。やっぱ頭がでけえな。測ってみよう。やっぱグランディスとかかってると頭でけえな。大事は確かにね。まあいいや、これに入れよう。でけえ頭。これどっちだろうな。よいしょ。メスか。メスか。メスです。実はちょっと保留。落ちた。落ちたっぽい。違う、二例
まあいいや。これはお酢だからこれに入れちゃおう。やっぱなんか考察のあれがあるのかな。片や兄弟で撮ったのに片やあんな大きかったのに、片やまだ2例とか、こっちとかにもそんなのがいるのかな。もう禁止瓶交換してなんかこうショックが起こってすぐ加齢して食い出してくれればいいけどね。まあでも逆にちゃんとオスメスに分かれてくれてよかったけど、こいつらがまた交雑個体からの F1 を生むのかどうかとかのテストもしたいからね。いいんだけどさ、あ、これメスだ、メス。オス出てこねえな。オス2例とこれだけかよ。わ、これもなんかメスくせえな。メスです。メス出てきやがってよ、4匹も。どうしようかな。5メス出てきたってことか。じゃあ全部2月の方だし、こっちも2月3です。メスの方が多いんだな。まあいいか。で、これに2頭入れちゃうか。2頭入れちゃおう。もういい。ニットを入れて、ダブルエントリーだから13号機と一緒で、なんかちょっと
放雑種のあれなのかな、ちょっと違いすぎるのかな、やっぱ種が。でも立生、まあ立生の時もちっちゃかったからね、みんなね。まあなんかそういう影響あるのかも。立生もそろそろ F1 あったかくなってきたらやろうかな。生まれるのかな。よいしょ。よいしょ。とりあえず、うん、よいしょ。これで、で唯一の唯一のうちで、まあ、一応順調に育ってる清民のオス、あれをねちょっと割ってみたい。幼虫餌こかしてみたい。大きかったらこれに入れるから 3.5 に、小さかったらこれ。よし、見てみましょう。楽しみなんだけどな。大きい清田に出してみたいね、うん、あれ、まさか、まさか。これメスやん。いやこれメスやん。そう、そんなことある。俺んち清民のオスの幼虫おらんやん。これよ、ちきしょう、やられたわ。まあやられたっつったって俺が書いたんだけど、俺ちー、まあいいわ。よし、もう片付けて、なんか脱力しちゃったんで片付けてもうやめます今日は。お疲れ様でした。